発生から7日、とうとう全面復旧です。新宿区と文京区で先週土曜日からガスの供給が止まっている問題。当初最大で6562戸で供給が停止していました。今週東京ガスがガス管にたまった水や土砂を取り除く復旧作業を進め、今日復旧工事が完了し、午後3時にすべての家庭などへガスの供給が再開しました。東京ガスは引き続き明日、あさってと新宿区山吹町に対応窓口を設置し、対面での相談を受け付けるということです。